え、そボロ屋がどれくらいの、こっから、はい、もうここまで、ここまで、はい、でワンルームですか？なんか 1K で、はいはい、あの女の子が2人で住んだってことですよね。で、はい、で私が、はい、じゃあこっち側使うねみたいな、はいはいはい、彼女がなんかこっち側だった、うんうん、はい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 、めっちゃ彼女がちょっと汚いの、はい、本当になんか物が片付けられないタイプで、だから私、まあ、布団とかここ置いて寝てたの、はい、はいはいはい、こことここで、うん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 、でなんかどんどんなんかその子が結構何でも床に置いとくから、はい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 、で私のもうその辺とかにももう置いてき始めるから、はい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 、しんど、もう全部とりあえず床に置くみたいな。え、なんかタンスっていうかその収納みたいなのなかったんですか、その部屋の中自体には。それは、まあ、なくて、正直本当に来たばっかだから、2人とも何もないとこに来たばっかだったから、はい、クローゼットみたいなのは備え付けではなかったんだよ。そうそう、けど、はいはいはい、私はちゃんとなんかちゃんと自分のエリアとかがあったから、ここに布団があって、はいはいはい、でスーツケースが、自分のスーツケースがあるじゃない、はいはいはい、自分はこっち側だから、はいはいはい、化粧品とかさ、うん、ここに並べたりとかさ、はいはいはい、タオルとか洋服とかここに並べたりするじゃん。まあ自分のね、スペースを。そう。はいはいはい、でも、もう彼女はもう、はい、本当に、とりあえず、はい、物を置くっていう。で私も本当に耐えられなくて、はい、もうゴミとか、はい、食べたその菓子パンとか、はい、空のペットボトルも置くタイプだったから。あ、その弁当とか。うわぁ、しんどいな。それをもう、はい、結構もう、もうやばかったから、はい、寝室し始めそうだったから、はい、もう半分に分けようって言ったんですよ。うーん、もうこの 1K で、はい、私もうガムテープ持ってきて、はい、もうここここここと、ピッチってしっかりと分ける。ここのここねみたいな、もうここねみたいな、こっからここはもう何も入れないでみたいな、はいはいはい、私のエリアだからみたいな、この長方形はみたいな、あなたはこっちみたいな。でそしたら、はい、本当に綺麗に物が長方形の、はい、もうぐちゃぐちゃもうめっちゃもう物がここの線からもうすごいの、ここから、はいはい、もうちょうど長方形に物がぎっしり置いてあって、はいはいはい、貼っとかなかったら本当にヤバくて。確かに。でなんかその子もその地下アイドルの一人だったと、うん、でその子が、うん、あの逃げちゃって耐えられなくて、はいはいはい、地下アイドルの生活に。でちょうど私が帰ってきた瞬間に、まあ、うん、毎日、うん、もう最近あの子帰ってこないなと思って、はい、結構一緒には泊まってたんだけど、うんうんうん、その子全然もう帰ってこないの。なんか夜になっても、はい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 、帰ってこないし、はい、でなんかもう、まあ、3日に1回ぐらい帰ってきたり、うん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 、出てっちゃって、はい、でだからずっとなんか結構一人で暮らしてるようなもんだったので、まあライブには出てくるんだけど、でなんかちょうどなんか荷造りし始めて、うんうん、なんかこれちょっと会長に言わないでほしいんだけどみたいな、私ちょっと九州地方の方行ってくるとか言ってきて、はい、どういうことみたいな、うん、なんかちょっと声かけられて、なんかちょっとソープしてくるみたいな。ああ、そっち、あーみたいな、はいはいはい、みたいな、はい、でもなんか絶対言わないでほしいみたいな、まあ、もちろんほら別に名前、まあ、今別に名前も出してないから、まあ、ね、うんうん、まあ、あとまあもう6年ぐらい経ってるし、はい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 、まあまあまあそう、うん、でその時はもう別に私も何も言わなかったんで、はい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 、怒ったみたいな、何も言えなくて、はいはいはい、でじゃあ行ってくるとか言って、へー、ゴロゴロって言っちゃって、うん、あらーと思って、はい、で次の日なんか地下アイドルのプロデューサー、はい、もう本当名前言いたい、本当にみんな分かってると思うけどね、名前言いたいけど、でももうみんな分かってると思うから言わないけど、はい、その人が、はい、俺いないみたいな、うん、なって、うんうん、でなんかめっちゃなんか怒ってて、はいはいはい、で、まあ、私も何も言わないでおこうと思ってて、はいはいはい、でなんか、まあ、数日後、まあ、行き先が分かって、まあ、そこで働いてるっていうのがなんか情報がなんか、まあ、回って、まあ、事務所とかも回って、はいはいはい、なんかどうやらなんかその子はなんかそっちの、うん、まあ、九州地方の、まあ、なんかその辺、うんとかの、で、あの、なんか倉庫をして、うんうんうん、なんかどうやらなんか、梅毒になったらしいみたいな。
すごい情報もらってる。やばすぎと思って、はい、でそのプロデューサーが本当に、うん、本当にもう太ってて、うん、本当に太ってた、こんぐらい、はい、こんぐらいあってやばい、本当に太ってて、はい、だから本当なんか秋葉原の周りってめっちゃなんかちょっとこう、はい、かやぐい系の、うん、大盛り系の、うん、なんかご飯が多くて、確かにそういうところにめっちゃお昼連れてかれるんですよ。うわー、そっか、そうやつに、はい、痩せろって言われてんのにね、もうその地下道 の、はい、そのプロデューサーのね、うん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 、その3ヶ月ね、はい、あの帰っても、うん、お給料が請求しても、うん、くれなかったやつね、うん、はいはいはい、やばすぎるぞ、名前言わないけどね、本当にやばいよ、本当に今もね帰ってきてないからね、本当にもうすごいっすよね、マジで。でなんかでもその時も、うん、もう一人であの、まあ、食べるかみたいな、でその残りのメンバーの2人が食べてたんだけど、うんうんうん、で私は食べれなくて、うんうんうん、ちょっと外で待ってますっつって、外でずっと立ってて待ってたりとか、はい、そうとか、まあ座れるとかあったら座って、まあ、携帯いじって待ってたりとか、うん、はいはいはい、でもそんな感じで、すごい、そう、そんな感じだから食費はそんなかかんなかったかな、はい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 、うん、その寮はその秋葉原とかの近くとかだったってことですか、神田、ああ、はいはいはい、へえー、なんか下降りてもなんか飲み、うん、飲み系の街なんですよ、ね、そこ、はい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 、で神田で隣が歩いたら、うん、秋葉原、あ、神田にはすごい罪はないんですよ、神田にはまあ、まあ、神田には本当に罪はないんですけど、まあ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 、もう神田って名前を聞くだけで今もうなんか震えが止まらないやばいやばい、もう今神田駅ってだけでもう思い出しちゃう、やばいやばいやばい、だから自分の地下アイドル時代の生活がなんかすごかったなって今思うね、うん、でプロデューサーもね毎回もう本当に楽屋みたいなのがあってそこになんかいろんな地下アイドルさんたちの一つの待機室みたいになってるから、そういうところでも平気でもう怒鳴ったりとか、パイプ椅子もバーン蹴ってゴロゴロゴロみたいな、でもそのパイプ椅子はまた蹴ってるけど、はい、ここのスタジオのものだよって思ってたけど確かに、そう、何で怒ってるんですか、それはプロデューサーは何で怒ってたんだろう ね謎に怒ってたんですかね、なんか一人一人、はい、ダンスがなんか個性的になってきて、はい、もっと揃えろみたいな、え、そこ、うん、それでそんな椅子蹴ってたんですか、うん、とか、怖っ、本当にやばい、本当に外録チャンネルアフタートーク地下アイドルの地下アイドルの闇に語ります。まあでもまあね、まあいろいろ大変だったっていうのもあるけど、うん、まあでもそういうのもあったからこそ、そのまあいろいろ強くなれたっていう意味があるから、まあそういうのも、まあ今はほらね、こういう風に笑って話せるからね、うん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 、まあある意味人生経験って感じです、はいはいはい、でもすごいそれを乗り越えてきて今の深田恵美がねあるですもんね、はい、そんな感じです、はい、まあ、逆に良かったかもしれないですね、うん、こんな感じでありがとうございました。私のプロデュースした M プロテインが絶賛発売中です。シェイカーが不要で1日分の鉄と亜鉛が入ってます。運動してない人とかでも全然あの飲んで OK なので、一緒に飲んで私と綺麗になりましょう。詳しくは概要欄の方に貼っておきます。